畑だわ。なんか豚ばっかりいるな、ここ。ヒヒヒ、親人間ちょっと聞いてもいいかい。そういうことか、あれか、オーカスがここのトップだから、雇ってる従業員はみんな豚なんだ。カマプアーとかカタキラウアとか。あんたらの世界っていうのはどこもかしこもこんな調子なんだろ。やっぱりあんたら人間は私らに滅ぼされるべきだね。でもその前にこれを棚に並べれば、目の前のことに集中してくれ。そうか、棚卸ししてたんだ、カタキラウアが。まあ確かにどこも大量消費社会ですからね。相馬の雫。いいじゃん、いいじゃん。ここいいもん落ちてそうだぞ。地外種の玉、悪くない。あ、いっぱいある。これただの万引きですからね。商品棚から3200バッカー、ついにレジの金に手を出しました。レジの金にまで手を出しました。滅されるべきかもしれません、人間は。あれ、上の階か。かなり広いですね、新しい部屋は。まあ、こっからまたどんどん上に上がっていくってわけだ。よっ、モムノフ。やばいぜ、俺って強くなりすぎだな。もうこいつをやるしかないだろ。モムノフ、そうですね。まあ、読み通りですね。これね、モムノフ起点で、なんかすげえ、いろいろいいやつができるんですよ。早速作っちゃいましょう。まずは、うずめかな。フォルトゥナ使っちゃう。フォルトゥナ可愛いから好きなんだけどね。シルキーもいけんだよね。シルキーも可愛い。シルキーもいいな。まあ、そんなわけで定番の飴のうずめ。もうメガテン1の頃から連れ回してますかね。とりあえず飴のうずめ作ったら中盤に入ったなみたいな印象がありますけど、まあ、グラフィックがだいぶ可愛くなりましたよね、飴のうずめ。静寂の祈りなんですよね。敵味方全体の補助効果を全て消す。まあ、これは今後使いどころが果たしてあるのかどうか。でサバトマね、デモニカの仲間を召喚する。まあ、ボス戦ですね、活躍が狙えるのは。で、タルカデスカジャ。じゃあ、フォルトナからメディラマが継承できればよかったんですけど、メディラマが継承できないので、まあ、補助役として、あと攻撃魔法が一切ないので、まあ、マハラギアギラ、これビフロンスソースから持ってきたやつですね。まあ、これでいきましょうか。ちょっと技構成的にはいまいちですけど、まあ、ボス戦でサポートに回ってくれればいいかなって感じでしょうか。うずめ。あ、いい、美脚。ドットのうずめもいいなぁ。あの、メガテン3のね、何 ?3D グラフィックも、まあ、散々ぐるぐる回してみますけど、皆さん。ドットでも美脚ですね。いい尻してる。へぇ、人間に呼ばれるなんてね。いいお力を貸してあげる。私は天女飴のうずめ。まあ、今後ともよろしくね。で、天女になったんですね、飴のうずめね。いや、いい腰つき。いい腰つきだったなぁ。うずめた。あ、シルキーこれでいいんじゃないかな。ブフーラ、ディアラマ、メディア、マハガル、回復ブースター、アムリタ。アムリタがいいですよね。死亡以外の状態上手、回復と。で、ディアラマとメディアで、まだいけるかな、と。いうところで、スダマとダフネですね。ダフネのね、おたけびは継承したいんだけど、でもやっぱそう都合よくはいかないんだよね。全部の技を継承できるわけじゃないんで。で、空取りソースをつけますよ、と。いうことでいきますか。まあ、シルキーは回復役が似合うでしょう。で、しかもブフとガル打てるんですね。かわいいなぁ、そのスカート。私の力を借りたいというのはあなた。まあ、任せておきなさい。私の名は妖精シルキー。今後ともよろしく。この服装かわいいよなぁ。じゃあ、これでいきましょうか。あ、またダークゾーンかな?あ、イベントかい!オーカスとエルブス後の姿はここにはない。ここじゃないのか。他に行く場所ないぞ。な、隣の壁から激しい物音が聞こえる。隣か。ああ、よかった。危ねえ。ボス敵が通った。え、隣なんて行くとこないぞ。どうすんだ。またあれか、隠し扉かな。ああ、ここかい。普通に隠し扉でした。なんとなく感づいてたのに気づきませんでした。壁向いて歩けなきゃいけないっていうのがね、大変なんですよ。あ、ちょっとこれ大丈夫かな。あ、ボス戦じゃないこれ。スッと入っちゃった。スッと入っちゃったけど、効果魚で弱っている。2発食らったからな。見つけたぜ。まったく食い意地と逃げ足は一級品だ。こんなでけえのにな。逃げ足早い。ボーノなぜ食事の邪魔をする。なぜ貴様らは食事を独り占めしようとする。お前だよ、食事を独り占めしてるのは。ダブダルウェア、我が未来を黒である。未来、星を貪る者どもの未来を昔で黒である。昔で喰らう、なんかあれだな、クロノトリガーみたいな話になってきたな。星を貪る者、
たらふく黒字やったから我は消えても我は消えぬぞ。冗談なんだって。どうやら頭がいかれちまったみたいだな。時を超えて食いに行ったのか。さてどうする美咲。オーカスマスター発射するよ。ヒメネスは気に入らんだろうが。3発目のオーカスマスター。なんか気持ちよくてトローンってなってるじゃん。目が気持ちよくなっちゃってる。ブオーノブオーノ。オーカスとエルブス号の融合が一層弱くなった。しかしまだオーカスはエルブス号から離れようとしない。執着してるな。ちょっと可愛く見えてきたよ今な。オーカスがまた逃げるんだ。どうしてまたダメなの。神さんのご加護とやらはエネルギー切れかい。ヒメネスニヤニヤしそうだな。周囲に何か落ちてる。またか。宝玉林、お、いいアイテムだ。体力の子あるじゃん。体力の子よかった。運の子じゃなくて今オーカスの運の子じゃなくてよかった。こちら観測官、こちら観測官、全機動ハンクルへ連絡します。エルブス号と重しき信号をキャッチ。現セクターコード C、 カリーナ中層部にて停滞中。今から座標コードを送信します。各員デモニカへの書き込みを願います。美咲気をつけろよ。マクリアリー、奴は君たちのすぐ近くにいる。いよいよボス戦か。あ、で横ね。なんだあの豚野郎、いくらも遠くへ行ってないじゃないか。キャッチした信号には随分出力の波があります。推測するにエルブス号はかなり不安定な状態ではないかと。エルブス号が爆発したらやばいよな。プラズマ力がすごいことになっちゃう。暴走しちゃうんじゃないか。それはつまりオーカスが弱ってるってことか。なんだかんだに岬の攻撃が効いてるってことなのか。どうやら私たちの技術とあの天使の加護が勝利を収めそうで。変に生きがるような真似はやめて冷静に評価してもらいたいものね、ヒメネス隊員。ちょっと皮肉っただけじゃんな、ヒメネス。こいつはまた溝が深まっていくな。さあ岬、送られた先ほどの調査を出すわね。ゼレーニもちょっと皮肉に皮肉で返しちゃうみたいなところあるからな。ということは今度こそオーカス戦か。よし。さあなんかめちゃくちゃオーカスにじらされてる気がしますが、これでいきましょうか。今度こそボス戦でしょう。気持ちよさそう。リラックマみたいになってる。でもまだ離さないんだな。ブオーンブオーン。いかん、体が重い。遠くへ飛べない。てか今まで飛んで移動してたのかよ。どういう構造だこのダンジョン。このままではこの便利な体も朽ち果て、朽ちてしまう、朽ちてしまうわ。クローテクローテ、元気にモリモリになろうぞ。ちょっと可愛く見えてきたオーカス。モリモリのオーカスも良かったな。別に我は食らうぞ。世界の宇宙の美味しいもの。肩ごめんなちょっと。人間謎に負けていられるか。ボーノ、よし追い詰めたな。チャンスの先。さあ豚野郎にとどめの一撃を触れてやれ。オーカスブスターで終わりってことじゃないでしょ。さすがにボス戦あるでしょ。また最後のオーカスバスターですか。これは効くね。何発でも撃てるんだ。ブオー、ダメだこれは耐えられぬ。もはやこの体捨てるしか。早くエルブス号から離れてくれ。欲深い人間め、そんなにこの船が欲しいのか。お前や、ずっとお前や。負けるとは、奪い合いで人間に負けるとは、欲深さで人間に負けるとは、強欲だねやっぱりね。ちょっとこうどっかの校長先生が思い浮かぶ。おのれ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 、こうなれば身隠し、必ずや復讐してくれよぞ。ブオーノ、復讐、逃げちまうのか。じゃあまたエルブス号だけ置いて。うわ、ぐちゃぐちゃしていきやがった。ぐちゃぐちゃしていきやがった。エルブス号からオーカスの警報が消えた。ヤッホー、仕留めたぞ。仕留めたのか。身を隠すって言ってたぞ。豚野郎めざまみやがれ。エルブス号の中に入ったんじゃないかな。やったわね、ミサキ。でもどう、オーカスからロセッターを取れたの。こちらはさ、オーカスの撃退を確認しました。エルブス号には損傷が見られますが、内部の状況はどうでしょうか。機動班を中心に検証を行ってください。応援のクルーもやってくるだろう。本格的な検証はそれからだな。それにしてもナリはあんなだったが、恐ろしい豚だったぜ。恐ろしい豚だった。やっぱりなんだっけ、あれはゲットできてないんだ。他のクルーが到着した。生存者ゼロか。予想してたことだが残念だな。ゼロでしたか。まあ隊員の多くはゼレーニンのように連れ出されて悪魔の慰み者にされたようだが。そっかそっか、一応この船に残ったクルーもいたけど、そっちも全滅だったんだ。全く万物の霊長、人間様がここじゃ肩なしだな。
エルムス号を調査しているクルーの声が聞こえる。エルムス本体はダメだな。派手に壊れてやがる。最後オーカスがぶっ壊してったんじゃない。使えるものだけ持っていくしかねえわ。軽いな言い方で。例の更新機はどうだ。なんとか無事だとよ。修理すれば動かすらしい。運び出す用意をしている。よし分かった、そっちに向かう。距離感の演出な、これ。フォーカスからロゼッタが取れなかったのは残念だったな。また追っかけるしかあるまい。どうやって追いかけるんだろうね。オーカスが精肉機に引っかかってさ、ずっと移動してたら追いかけらんないよな。機体は俺たちと地上をつなぐ更新機だけか。よし、運搬作業に入ろう。先さっきまた運ぶのか、エルムス号から。じゃあまた一旦戻るのね。そっか、どうすんだ。オーカスはいかつい体をしてんな。あ、これエルムス号の中、この重力子通信機とやらは。さて、こいつが俺たちの助けになるかね。そうなってもらわないと困るが、これで地上と交信ができるのか否かってことだよな。よし、美咲、お前はそっちを。ん、なんだあの光は。はっ、もしかすると。悪いけど美咲、ここは任せた。そうだ、バガブーが、バガブーがまだ見つかってないよな。部屋の隅へとかけていった。はは、お前か、お前なのか。やったぜ、ははは。バガブーの何かを。見ろよ、美咲、あいつが嫌がった。ほら、バカブーだよ。オーカスに吸い込まれた。こんな姿になっちまって、バカブー。デビルソースになっちまってるから、こいつは間違いない。バカブーだよ。ソースになっちまったのか。でもソースになっちまったら、どう、復元できるのかな。レッドスプライトの機材を使えば、なんとか復活できるだろうよ。そういう設定あったのか。ソースさえゲットできれば。まあ一応ソースってそうか、情報元みたいなことの意味合いだから。情報元にして体を組み直すみたいな。ことができるってことですか。あのバカ、また喋りを教えてやらないといけないのかよ。楽しそうで何よりだな、ヒメレス。どんなの、バガブーの最新の、ちゃんとは悪魔全書に登録してたかな、ヒメレス。登録していたらそのソースから、ある程度教えたところからね、再生できるのかな。さあ、ミサキ、急いで戻ろう。おっと、急いで運ぼうぜ。だいぶバガブーに入れ込んでんだな、ヒメレス。めちゃくちゃ可愛がってたんだな。グレーバー通信機。そんなに俺、お前がバカブーのこと好きだとは知らなかったよ。そっか、俺をもっと仲間を愛してやんなきゃいけないな。見習わなきゃいけない、ヒメレスを。やっぱ道具みたいに見てる面あるから。友達だけどな、仲間は全部。ヒロワンの皆さん、搬送任務ご苦労様でした。資材班クルーによるグレーバー通信機の修復が完了し次第、地上との交信を試みます。それまで他のクルーは待機を願います。まあ、どうなんだろうね。オデッセイみたいに地上と交信ができるのか。回収された交信機は重大な損傷もなく、資材班によって無事に修復されました。お、なんとか地上との交信を行うことができるようです。おお、これでミッションエルブス号の重力子通信機回収の終了を承認します。これで通信、ウッチーの久しぶりに。通信班より今回の交信について注意点を確認させてください。でも通信班だったんだな、そういえば。食料庫の長じゃなかったんだな。通信機のエネルギーとなる重力子の量の関係から、更新はおよそ10分で終了します。充填し直せばまた更新可能になりますが、それには数日分の時間と労働が必要です。10分か。更新は断続的にならざるを得ないわけです。大事に行いましょう。更新チャンネルのサーチ開始します。なんかムッチーのがすげえちゃんと仕事してる。珍しい。対象はシュワルツバース合同計画の本部。つながるかね、ムッチーの。見つかりました。M28 のチャンネルで通信開始します。おお、久しぶり。こちらシュワルツバース合同計画、更新派をキャッチした。そっちは調査隊か。応答されたし。合同計画本部へ連絡。こちらはレッドスプライト号。この更新の可能時間は推定10分。その範囲で可能な情報交換を希望します。アーサーできる子だね。おお、応答だ。応答があったぞ。そうか、向こうも一応心配してくれてたんだな。で、そっちは何年経ってるんですか。そっち今西暦何年ですか。私は合同計画局長だ。おお、しかし信じられん。今どこだ、どうしている。そっちの状況し、さっきアーサーが冷静に言ってただろう。そっちの状況知らせてくれ。冷静になれ。当館はしばらく潰せないと思われる領域で計画を継続中です。全4巻中活動継続しているのは当館のみ。2号館ブルージェットと3号館エルブスは壊滅。4号館ギガンティックは消息不明。犠牲者多数。調査隊長ゴアも死亡しました。惨憺たる結果だな。なんということだ。この更新自体は奇跡だ。本当だな。その中で何が起きている。有益な調査結果があるか。随分と焦ってるな、地上は。あ、ミヤちゃん。俺っ子。
第7はこっちなんだぜ。ミヤちゃんいいよな。内部は不連続な閉鎖地区、元いた世界とは異なる次元に干渉されていると考えられます。大気組成、重力、気圧などの環境条件ですが、これらは先見探査機で測定されたものとほぼ同等です。そう、先見探査機が取ってた情報がほぼ合ってましたっていうことだよね。今回分かったことは、デモニカスーツを着用すれば行動はできますが、人間生活には不適当です。聞く限りではなんとか活動できるようだな。なんとかね。さらに内部の光景及びその形態ですが、人間文明との類似を示す構造物によって形成されています。先見探査機からの映像はその信憑性が疑われ、誤データとみなされていましたが、しばつばつ内部の光景はそれと一致しています。これまで当館は3つの時空を調査し、それぞれ戦場、歓楽街、ショッピングモールといった形態を確認しています。わかりやすいな、アーサーの要約。シュワルツバースの中にあの画像のような世界があるだと。本当にあったんだよな、あの画像。真実だと報告されても、にわかには理解しがたいぞ。現在の調査隊の行動を最も難しくしているのは、内部に生息している知的生命体です。シュワルツバースの内部には突入前、可能性として予測されていた知的生命体が実在するんです。これ大発見だよね、世紀のね。その知的生命体は地上では見られない体組織を持つ光線的な超常存在で、光線的だな、確かに。神話や伝承にある悪魔だと思われます。悪魔っていう名称は、この悪魔召喚プログラムを送ってきたやつが勝手につけた名前だよね。今もらった悪魔の報告だが、それはこちらでも確認している。ほう。何しろ地上ではシュワルツバースから悪魔が次々と出現し、世界各地で進行を始めているのだ。そういうことになってたのか。もう出ちゃってんだ。目的は不明で人間世界を侵略している。地上がじゃあメガテンみたいになってんのか。こっちもメガテンだけど、内部もメガテンしてるけど、外もメガテンみたいになってる。奴らついに地上に。悪魔たちは地上を狙ってると報告があったが、すでに進行を開始しているのか。こちらの状況も君たちに伝えておかなくてはならない。シュワルツバースは依然として拡大を続けているのだ。今どんぐらいになったんだろうね。画像が受け取れるか。今送信する。めっちゃガバガバになってる。南極覆われちゃったな。シュワルツバースは南極を覆うまでに拡大した。南極の各国基地は悪魔の攻撃で全滅。その後悪魔たちは北上。襲われたのはアフリカ、南米の南部、オーストラリア南部の都市もそうだ。だいぶもう進行されてるね。目下非常事態宣言が出され、各国の軍隊が協力して応戦し、悪魔の進行を抑えているところだ。でも悪魔召喚プログラムなしだと悪魔の状態って見えないんだよね。だから見えない敵が襲ってきてるみたいな、プレデターみたいになってんのかな、地上は。シュワルツバースがあんなに大きくなっている。興奮してるゼレニンが、やべえな。無事に帰れたとしても地上も悪魔だらけかよ。だから結局シュワルツバースを閉じないことには地上に帰っても意味がないってことになっちゃったね、姫です。残念ながらな。ともかく当初のような調査任務遂行は不可能です。脱出プランの構築や応援艦艇の派遣などは検討いただけませんか。でもなぁ、シュワルツバース結局原因究明しないと人類滅んじゃうしな。で、向こうは何とも言えないね、合同計画はね。残念ながら君たちに脱出プランを授けることも応援の艦艇を送ることもできない。なぜなら我々が想定し得る全てのシュワルツバース攻略用装備を施したのが君たち調査隊だからだ。そうだったのか。予備はないんですか。その君たちが遭難し脱出できないというのであれば、だからもう本当に最後の人類の希望だったんだな。我々にはどうしようもない。今からでも作ってください。5号館を作ってくれ、今からでも。それじゃあ何の助けもないってことか。地上からは救援は来ないのね。よく4機一斉に入れたな。そしたら逆に4機一斉によく投入できたな。もうこれが帰ってこなきゃ終わりってやつ、一発勝負だったんだ。でもそれなら、しかし何も手立てがないわけではない。16子ビームを使って君たちの時空位置座標の測定に協力することは可能だ。なるほど。こちらから次元に干渉されず直進する重力子ビームを発射する。ちょっと怪しくなって、気な臭くなってきたな。 SF の監修大丈夫ですか。それをレッドスプライト号でキャッチすれば時空位置座標も明らかになることだろう。我々は決して君たちを見捨ててはいない。果たして重力子、でもこれか、あ、そうか、重力子で今通信できてるから、重力子飛ばすのはできるってことか。残り通信時間3分切ります。あ、結構、もう7分喋ってたんだ。
ではこちらから重力子ビームを発射する。活用してくれたまえ。でこれで位置がわかるからっつって、まあでもそっか、帰り道の道しるべぐらいにはなるのかな、重力子を辿って。アーサー、残りの通信でそっちが持っている観測データを送るように。残り3分間でか。了解、そちらへ所持データの送信を開始します。こっちから重力子で送信できてんだから、向こうから重力子送られても意味ないんじゃないのか。ありがとうアーサー。君たちが調査してくれた観測データを使って、こちらでもシュワルツバースの構造解析を続ける。理系の人の理系の人の意見を求めるしかない。そうすれば君たちの脱出の手立ても、シュワルツバースの破壊方法もわかるかもしれない。互いの幸運を祈ろう。では失礼する。まあ、地上は地上で大変だって話だからね。苦労してグレーバー通信機を手に入れ、ようやくできた地上との交信だったが、地球がいよいよヤバそうだって報告が増えただけか。そうだね、状況は悪化していく一方ですよ。確かにネガティブな報告が相次いだわ。脱出方法不明、援軍なしとくれば、沈む気持ちもわからなくはないけど、でもゼレンにはなんか、それならみたいな言ってたよね。妙案が浮かんだのかな。希望を失うには気が早すぎるわ。俺はこう見て現実主義者で、目の前の事実に素直なんてな。それとも何か、あんたが夢のある話でもしてくれるのか、ゼレン人中。夢の話はわかりませんが、今後の調査隊の展望を話した方が良さそうですね、ヒメネス隊。そうですね。最近は多少話を合わせてくれるんだな。ヒメレスをうまいこと使うのが一番いいって分かってんだよ、アーサーも賢いから。お前でもゼレーニンでも構わんが、できるもんなら俺の陰鬱な気分を和らげてほしいもんだ。ゼレーニンが思いついたことは気になるよね。どうも時空一座標の重要性について説明しないといけないようですね。このシュワルツバースからは、シュワルツバースから脱出できない最大の要因は、どこにいるか分からないことです。たとえ行動範囲を広げても、戻ろうとする地上との時空相関が分からなければ、永遠にこのシュワルツバースをさまよう危険にさらされます。なるほどね。合同本部から送られる重力子ビームを利用することで、初めて我々の現在地を知ることができるんです。なるほど。確か不完全性の排除とか言ったかしら。今まで星のない空の下を苦しんで後悔してきた私たちが、北極星にあたる現実世界からの更新で改造を作れるようになるということでね。まあ、指標ができるってわけだ。美咲、意味がわかるか。なんとなくわかったけど、重力子ってそんな都合のいいものなんですかね。現実世界からのサポートによって、あなたたちは自らの位置を知ることができ、同時にシュワルツバースの構造を理解することができます。それは量子トンネルに流されて奥地に進むというばかりでなく、地上への脱出路を手に入れることを意味します。それは本当か。そこ毎回食いつくな、姫です。本当に帰りたいんだな。でも今帰ったとてさ、悪魔が攻め込んでくるだけだぞ。根本的な解決にならんぞ。現在は各セクター支配の悪魔から入手した情報に基づいて量子トンネルは流されるだけですが、当官が自らの手によって未知の時空へも到達できるようになるでしょう。更新前に比べれば帰還可能性は格段に上昇しています。よかったね、ヒメネス。あなたたちはより強い希望を持って任務に取り組むべきです。正直お前に励まされるのはいい気はしないが、期待してしまいそうだぜ。ちょ、めちゃくちゃ期待してるじゃん。してしまいそうだぜじゃないわ、めっちゃ期待してるやん。よし、早くロゼットも手に入れようぜ。あの豚野郎を見つけ出して。やる気が出たようで何よりですよ。地上に戻っても危機の問題は残りそうだけど、本当にな。どうすんだろうな。それでもここをさまようより意味があるわよね、美咲。確かにな。ではこれよりロゼッタ入手のため、作戦班と観測班を中心に逃走したオーカスの位置推計を行います。機動班などの実動隊はしばし休息を取るなどしてください。そっか、結局逃げたオーカスを追ってまたカリーナに行くのか。何往復だこれ、カリーナ。ん？何急に謎の少女。いや、邪魔をさせてもらってるよ。いやじゃないわ。ちょっと待ってください。ルイサイファーじゃありませんよね。謎の少女でいいんですよね。怪しいな、金髪だな。それにしても立派な船だ。洪水を乗り越えた船でも、これにはかないそうにない。洪水乗り越えたよね。ノアの箱舟か。ん？君は奴らに名を知られてるな、足釣り岬君。奴ら。やっぱりなぁ。あ、すげえ音割れたかも、お前くん、ごめん。すげえでけえ声出しちゃった。私はルイ・サイファー。ルイと呼んでくれた前。なんで女装してんだ、お前は。金髪の青年でよかったじゃないかよ、別に。謎の少女に。いや、ちょっと顔は元の。顔はルイ・サイファー。ちょっと気持ち悪いですね。いや、美人なんだろうけどさ、顔がルイ・サイファーだからなんか女装に見えちまうな。どうやら人間は自ら危機を招き、
いよいよ滅びの時を迎えるようだが、それは君たちが作られた時から抱えている運命の現れに過ぎない。唐突に出てきたな、ルイ・サイファー。どういう了見だ？心配は無用だよ。ただ君にはまだ少し力を振るうことが許されていて、振り子の落ちる先を変えることくらいはできるようだ。混沌と秩序、どちらに組みするのか、組みするかのね。おや、また君たちに客人が来たようだ。いよいよあれですか、属性の分かれ目が出てくるんですかね。ゆっくり話せればと思ったが、これでは仕方がない。ではこれで失礼するよ。毎回結局こいつが絡んでくんだな。ルイ・サイファー、一体何者なんだ。メガテン2で学びましたけどね、気づいていても気づかないふりをしてあげるのが優しさなんだよって魔界人が言ってたからな。少女は消え去った。なぜ女の子になったのかっていう理由も気になるな。金髪の青年でいいじゃねえか別に。ゼン君に連絡。本館付近で急激なフラックス変動を感知しました。フラックス変動、何らかの異常発生の可能性があります。そういう警戒態勢。いよいよ来ちゃいましたか、ルイ・サイファーさんが。異常感知、大きくなっています。本家に接近中と推定。オーカス側から攻めてくるなんてことないよな。発信源特定できました。3時方向、当該方向を中心にモニターを。何が来てんだ。あ、来てる。え、オーカスじゃん。グオー、ポーノポーノポーノ、また元気になってる。強力なエネルギー反応、悪魔と推定されますが正しく捉えられません。もう分かったよ、声で、声だけで正しく捉えられる。ボード君来てしまった。襲われたなら奪い返す、襲われたなら襲い返す、奪われたなら奪い返す。魔王オーカスは光る、襲い、奪い、食いつくす。なんかかっこよくなって帰ってきたな、お前サウザーみたいになってんじゃん。光る悪魔、こちらに向かってきます。スキップダイブ間に合いません。あ、だからそっか、エルビス号を取られたから逆にこっちのレッドスプライト号を乗っ取ってやろうってことか。我はまた食らう、鉄の船の魂を。ボーノボーノ、美味しく食らうぞ、一気に食らうぞ。食われちまうな。オーカスの投函接触に合わせプラズマ装甲の出力を上げます。え、大丈夫それ、プラズマ装甲を餌にしちゃってんじゃないの。オーカス出力は 400%、 エンジンリアクターに直結します。一応まで10秒、9、8、自分でカウントしてそれ。ブッ、お、な、べ、ティブオナペ、なんかそんな呪文みたいなこと言うな。ブオナベティ、ゼロ、走行発動。間に合うのか、映画みたいだな。ギャ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 、特徴的すぎる鳴き声が。撃退成功です。敵役前にダメージを与えました。本当、エネルギー反応方向を変えました。遠ざかっていきます。え、普通に撃退成功したんだ。オーカさん、あなたたちに必要なロゼッタを有していると思われます。危険を伴いますが、キロハンに追跡指令を出すこととします。まさかあっちからやってくるとは。どれだけ貪欲なやつなんだ。本当だよな。で、今のでだいぶ弱らしたってことか。なんか弱らすんだ、オーカスを今回。だ、もともとめちゃくちゃ強いんだろうな、オーカス。弱らして弱らして弱らして、で、ようやく今から討伐でしょ。ようやくオーカス戦だよ。長かったな、カリーナ。キドハンクルーへ。たった今オーカスと思われる悪魔を撃退しました。敵はダメージを負って逃亡している模様です。本来の姿であるオーカスはロゼッタを有していると推測されます。危険ですが直ちに追跡を開始します。あ、カリーナのロゼッタ入手ね。ようやくだ。セクターカリーナ内にオーカスと思われるエネルギー反応が見られます。追跡はこの反応を目標に行ってください。なるほどね。また行って首を取ってこいというやつだ。